来年春に卒業する大学生などを対象にした採用活動が今日から本格化しました。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、各社はウェブでの面接を導入しています。損保ジャパンでは1時から最終まで全ての面接をウェブ上で行います。不慣れなモニター越しの会話への不安や緊張をほぐすため、1回あたりの面接時間を従来より長くしているということです。リアルで学生さんとお会いできてないので、リアルの雰囲気というのはなかなか難しいと思うんですけども、やっぱり学生さんのコミュニケーション力だとか、論理的思考だとかですね、あと当社に対する志望度だとかっていうのは一定理解できるのかな。もうウェブ面接という形で全社やらせていただいているので、もうそんなに抵抗だったりだとか不安はないです。こうしたウェブ面接を導入する動きは大手企業を中心に広がっています。経団連は面接の解禁日を今日6月1日と定めていますが、拘束力はなく、4月末時点で内々定のある学生はおよそ 35% に上るということで、形骸化が指摘されています。